自家用の軽トラックを自ら運転し、その男は役場前に登場した。いでたちもジャージーと長靴姿で農家そのもの。車を降りるとそのまま特設ステージに上がり、ただいま帰りましたと詰めかけた200人以上の同じ名前の町民らに帰郷を報告した。その男は数日前、年俸総額約148億円の30人の侍を率い、年俸総額約500億円と言われるアメリカの銀河系軍団に勝利した。自身のポリシーを守り、ぶれない男の名は栗山秀樹で、住んでいるところは北海道の栗山町。今回は、この気配りの人、栗山監督がWBC で最も交代を言いづらかった男、そしてその男は誰なのかについて語っていきます。野村克也に嫌われ、中島聡に好かれた男。今は亡き野村克也氏は、後に日本ハムに就任した栗山について著書でこんな酷評をしている。最近はどういう基準でプロ野球監督を選んでいるのだろうと首をかしげたくなることが多々ある。北海道日本ハムは昨年評論家の栗山秀樹を監督に迎えた。私は栗山の監督就任の話を聞いたとき、正直言って、栗山で大丈夫か?と思った。彼は監督どころかコーチの経験すらない。彼は尊敬する監督として、長嶋茂雄や戦後の父親、三原治さんの名前を挙げていた。私の影響はないと言いたかったのだろう。野村克也氏と栗山の相性は良くなかったようだ。遡ることを今から半世紀前の1972年1月、大阪中本での南海ホークスの自主トレ初日。野村克也氏はこの時、南海の監督兼捕手兼4番打者。高級車のリンカーンのクラクションをけたたましく鳴らしてグラウンドへ乗り入れる。野村氏はドアを開けて一言、こういう車に乗りたかったらお前らも頑張れや。この頃球界では刺激を与え奮起を促すため、わざと高級車を見せつけたわけだ。いい悪いは別にして、世界一になっても軽トラを操る栗山監督とは根本的に違うし、昭和と令和、時代も違う。栗山がプロ野球選手としてこれから絶頂期を迎えようとしていたヤクルトスワローズで7年目。何かと栗山に目をかけてくれた関根純三監督に代わり、野村克也氏がヤクルトの新監督に就任した。野村氏は、アットホームでぬるま湯体質に使っていたチームの体質を根底から変革するため、大幅なメンバーの入れ替えを図った。野村氏の目には、病気治療のため春季キャンプの参加が遅れた栗山は、旧体制と移ったのか、急激に出場機会が減った。そして栗山は、7年目のシーズン限りで引退を決断した。現役最後となった試合は、横浜スタジアムでの横浜太陽戦。9回ワンアウト後、野村監督から次の打者の代打で行くぞと指示され、栗山は準備をしていたが、前の打者が内野ゴロ併殺打でゲームセット。栗山秀樹の現役最後の打席は消滅した。一方、野村克也氏と同じキャッチャー出身で、去年日本一となったオリックスの中島聡監督の栗山監督への見方は違う。中島は現役選手としての一軍実働年数が29年。工藤公康と並ぶ NPB 最長記録を達成し、阪急オリックスから西武、横浜、最後は栗山監督率いる日本ハムと、日本のプロ野球すべてを熟知する男である。2016年に日本ハムを日本一に導いた栗山の卓越した手腕を肌で感じていた。そして当時日本ハムの栗山監督は、中島を現役引退後の2018年に一軍バッテリー兼作戦コーチとして迎え入れた、いわば師弟関係。
その後古巣のオリックスに移り、二軍監督になってから指導者としてめきめき頭角を現す。2020年、オリックスは最下位に終わった。西村則文の後を引き継いだ中島聡監督代行がそのまま一軍監督に昇格した。中島は理想の監督像に元阪急監督の上田俊治氏、元近鉄オリックス監督の大木明氏、そして栗山英樹の名を挙げにやりと笑った。それぞれ3人の名将の特徴、良さをミックスさせたのが中島流で、瞬く間に中島はオリックスを上昇チームに変貌させた。野村克也氏も中島聡氏も日本一を獲得した名将。同じプロ野球で日本一になった栗山英樹を評価するのは人それぞれ。一流同士ともなると正解はない。国立大学からヤクルトの入団テストを受け、ドラフト外入団、自他ともに実力最低レベルでプロの世界に飛び込んだ栗山監督。苦しい状況を周囲に支えられながら克服し、多くのことを学んできたからこそ、指導者としても選手を信頼し、成長させる術を知っている。気配りの人、栗山監督は今回の WBC で侍ジャパンに招集した選手全員に自筆の手紙を手渡したと報道されている。気配りの人、栗山英樹が純粋に裏表のないいい人であったのは間違いない。 WBC 準々決勝イタリア戦を前に、腰の張りで戦線離脱していた投手の栗林良治の登録を抹消し、山崎総一郎を出場登録したと発表した。会見に出席した栗山監督は、久々に苦しい決断をしなければいけなかったと、無念の離脱となった栗林を気遣うと同時に、山本由伸、宇田川優希、宮城大弥に続き4人目の投手を代表チームに送り出す格好となったオリックス球団への感謝の思いも口にした。オリックスから投手を4人預かる形になって、中島監督にも迷惑をおかけしますけど、カープも西武もそうだし、ジャパンのために球団の皆さんも応援してくれている。日本ハム監督時代、元部下の中島監督に感謝し、広島栗林の負傷離脱と、西武源田が右手小指を骨折もチームに帯同しプレーしていることにも言及した。そして栗山率いる侍ジャパンは3月16日の準々決勝でイタリアと対戦して勝利を収め、準決勝が行われるアメリカ行きのチケットを獲得した。決断の試合、準決勝の相手はスタメン全員がメジャーリーガーのメキシコ戦。大方の予想では佐々木朗希と山本由伸がそれぞれ準決勝、決勝の先発を務めると思われていた。ところが佐々木が先発、山本が2番手を務めた準決勝メキシコ戦。まさかの投手起用となったことに対して栗山監督は、もともと準決勝の前の準々決勝で大谷選手とダルビッシュ選手を使って、それをもったいないという意見ももちろんあるんですけど、負けたら終わりなんで、もう日本の誇る4枚の先発ピッチャーをそこ2人で行っちゃいたかった、どうしても勝ちたかったんで、と自身の考えを明かした。最も交代を言いづらかった男。ではなぜ佐々木朗希が先発で2番手が山本由伸だったのか。この疑問に対しては、やっぱり2人目が難しいんですよ。準備とかいつ行くかわからないですし、由伸はリリーフもやっていたんで、その経験もありますし、試合数の経験もあるので、それで朗希を先に行ってもらって、山本由伸と2人で、実は8回くらいまで行かないかな、というのが僕の計算だったんですけども、と笑顔を浮かべながら、準決勝に2人を送り出した監督の胸の内を明かした。栗山監督は7回裏、吉田正尚の起死回生の同点スリーランでいけると思いました、と勝利へ手応えを感じたという。だが、日本のエース山本由伸投手がその後またすぐ点取られるので、そういう展開かな、と。
シーソーゲームになる予感がしていた。山本は5回から登板し、3回3分の1を2失点。ワンアウト1、3塁の場面で交代を決断してマウンドへ行った栗山監督だが、日本一のピッチャーにピッチャー交代って俺言ってもいいのかなと、その時の心境を明かした。栗山監督はその時、偉そうにしてますよ、雰囲気的に、と、監督としての立ち振る舞いをしていたことを強調する。それでも、年俸が一番高い日本のピッチャー、いや、その、由伸変わるよって言った以上、言葉出なくて、こっちも、と、かなり気を使っていたことを告白した。日本一の投手に対して栗山監督は、次の日の山本に対してのケアを忘れていなかった。由伸、悪かったな、と声をかけると、山本からは、勝ってよかったです、と、交代に対する不満などは感じられなかったという。それでも栗山監督は、プライドを守ってあげなきゃいけないとし、自分と一緒にやっているチームの選手なら、ファイターズの選手ならバッサバサいけるんですけど、お預かりしてる選手じゃないですか。そこはやっぱり気持ちよくプライドを守りながら行きますね、と振り返った。令和の采配。3大会ぶりの WBC 優勝を果たし、名実ともに世界一の監督となった栗山監督。今回の侍ジャパンは、大谷翔平やダルビッシュ有ら大リーガー4人に、昨年最年少三冠王となった村上宗隆、完全男、佐々木朗希ら国内組を融合させた史上最強の布陣と言われた。その黄金集団を一つにまとめ上げた斬新な栗山監督の采配が、ひときわ目を引いた。2006年の第1回大会の王貞治監督から、2017年の第4回大会の小久保裕紀監督まで、過去 WBC で侍ジャパンを率いたのは、現役時代に日本を代表する名選手たちだった。その点、栗山監督の現役生活はわずか7年間。実績の面で過去の4人とは大きく見劣りする。それでいながら過去の4監督以上の存在感で日本を世界一に導いた。野球エリートとは全く異なる道のりを歩んできた栗山監督。苦しみ、努力を重ねてきたからこそ、指導者として必要な気配りや忍耐力、包容力を高めてきたように思える。新しい感覚の令和の采配と言えるかもしれない。